こんにちは、フィールザウィンドウです。今日はですね、レビュー動画っていうか、まあ使ってどうだったかっていう動画をちょっとお話ししていきたいと思います。では行ってみたいと思います。今回ですね、まあ涼しくなってきたっていうか寒くなってきたっていうのもありまして、早速ですね、ちょっともう冬物のジャンバーっていうんですかね、こちら使ってるんですけど、まあ今日はそのジャンバーはもう前回レビューさせていただいてるんで、そこの首見えますかね、ネックウォーマーですね。このジャンバーですね、まあ去年も着てたんですけれど、MA1 みたいな感じかな、そんな感じなんで、まあどんな感じかと言いますとですね、首とか背中から、まあ乗り物によって違うんですけど、こういうちょっと前傾姿勢なバイクの場合は、まあ首から、スクーターの場合は下からかな。ああ、でもこのバイクでも下から入ってきたような気がするんだけど、冷気が入ってきたりするんで、その首元ですね、ちょっと暖かくしてあげられるものはないかと思って探してたら、まあたまたまね、先日、YouTube 見てたら、そちらの方で、こちらのメーカーさんの手袋と、レッグウォーマーですね、ご紹介されてたんで、ちょっと物は試しだっていうことで、買ってみたんですよ。で、その物は試しだって買ってみて、まあどうだったかっていうことで、これからちょっとお伝えしようかななんて思ってるんですけれど、今ね、ちょうど帰り道なんですよ。で、その帰り道の、時に、まあ、使った感想がちょうど言えるなと思って、行きは、つけて走って、帰りもつけてるんですけれどね、まあ、こう撮影用のためにもあるんですけれど、つけてみたらですね、まだ今、11月も中旬になったばっかりで、まあ、でも風が強いっていうのもあるんですけれど、まあ、あったかいっていうような感じかな。ちょっと暑いぐらいかもしれないですね。まあ、逆に今、着てる服がこのジャンバーと下にフリースの、まあ、薄手のものですね、と T シャツ1枚でバイク乗ってるんですけれど、逆に、胴体の方がちょっと若干冷えるんじゃないかなと思うぐらい、首が逆に決まっちゃってた、その温度差を感じるっていうぐらいあったかいですね。ただ物はいいんで、おすすめはできるんですけれど、この商品、どちらのメーカーかと言いますと、オタフクです。で、そのオタフクですね、はじめ、お好み焼きのソースって思っちゃったんですけれど、まあ、どっちかというと、こういう衣料品だとね、靴下とかで、福助だ。福助っていうメーカーがあるんですけれど、そのメーカーさんの親戚と思ったんで、でも、オタフクじゃねえしな、なんて思って、なんか、どうなんだろうと思ってたんですけれど、まあ、オタフクというメーカーさんで、まあ、手袋とかですね、こういう、あとは、ワーカーさんたちの作業着系になるのかな、そういったところのメーカーさんみたいで、まあ、そういう活躍してるところのメーカーさんですね、があります。で、オートバイにね、特化したものなのかどうかわかんないんですけれど、まあ、今回その、メーカーさんのですね、手袋とネックウォーマーをですね、買ってみて、買ったから、はっきりいろいろ言えるぜっていうところがありまして、そのお話をしていきたいと思います。でね、ちょっとね、今、肩式とかは、全然、覚えてないんで、ちょっとその、肩式はね、テロップに出てくると思うんですけど、そちらのメーカーの、その、肩式ですね、でね、1個前のタイプのやつは、首から、まあなんか被るタイプっていうのかなっていうやつと、で、私買ったのはもうボタンで止めるタイプですね。ボタン箇所がね、1、2、3、3箇所かなありまして、その3箇所を、止めて、完璧なね、ネックウォーマーとして使うやり方と、下を1個外して、まあ逆襟みたいな感じでですね、首中心に温めて服の中で
あの首周り、肩に近いところですね、もう温められるよっていうやり方と、上一個だけ開けてとかですね、いろんななんかその着方いろいろみたいな感じで、Amazon にね、あったんで、それちょっと貼っときますけれど、このね、ヨットリーかなぐらいのやり方があるんですけれど、はじめに言います。フリーサイズなんですけれど、首のところに全部パッチンパッチン止めると、タートルネックぐらい結構縛りますね。私結構首太い方だからあれだと思うんですけど、フリーサイズなんで、もうちょっと余裕あんのかなと思ったら、そうですね、他のユニクロとかのネックウォーマーとか被るタイプのやつに比べてみると、きついです。で、きついっていうのは苦しいかっていうと、3つ止めるとね、やっぱ苦しいのかな。長さがあるんで、その長さに対して、たるみが出ないようにやると、ちょっと首に違和感を感じるって感じですね。ただ、まあ、たるみ持たせてやれば、まあ、問題ないんじゃないかなって感じですね。だイメージとしては、タートルネックぐらいの首の詰まり具合かな。まあ、それはまあ、着る人の着方によって違うと思うんですけれど、まあ、ぴったりって、まあ、本当にギチギチじゃないんですけれど、かなりぴったりしちゃうんで、私はその3つ止めるとどうかなっていうところが実際使うとありますね。うん、ただね、あったかいのはね、もう本当に間違いないです。で、これ防水にもなってるらしくて、表面の方は。だからまあ急な雨とかね、降ってきた時とかは、まあ安心して使えるんじゃないかなと思います。ただ中のボアに水入ってきちゃうと結局同じかなっていうところがあるんですけどね。まあそういう対策してつければ、まあ外側ですよね。あの外装の部分だけ水がかかるような着方さえすればなんとかなるんじゃないかななんて思ったりもしております。ということでですね、まずネックウォーマー、そんな感じなんですよね。でね、手袋の方は、まだね、暑いから多分できないなと思って してないんですけれど、電熱手袋いらずって書いてあったんですが、果たしてどうかなと思いました。でね、実際つけてみたんですよ、自宅で。で、自宅でつけた映像と感想は、またちょっと別撮りで、そのまま続けてやっていきたいと思いますので、そちらを参考にしてください。実際、この手袋をつけてやった映像でやらせていただきます。で、このように操作ができて、実際、手袋としては、通常の手袋よりかは普通に動いてもらえます。で、実際つけた感想なんですけど、部屋でつけてるとむちゃくちゃ暖かいです。ただ、バイクで走った時にこの手袋を、外側でつけて走ってみたんですけど、日が落ちてから高速道路に乗ってさあどうかなと思って、まあこれ秋冬、まあ冬になりかけたくらいまで通常使えてるっていう手袋で、そうですね、激寒でしたこの手袋を中にしててね、電熱いらず、じゃあ冬の手袋使えれば電熱いらずなのかなって思うと、いやそれは絶対嘘だなって私は思いましたね。まあこれ人の感覚なんで、そこら辺はご自身で判断していただければと思います。以上です。手袋はですね、まあ、正直みんな手袋ですから、僕ね、苦手って言ったら苦手なんですよ。手袋が分厚くなると、そのグリップとかね、掴むものがやっぱり感覚が鈍るんで、どうかなっていうところもあるんですけれど、ただ歴代の手袋の中では、インナー手袋ですけれど、スマホの操作は、僕が持ってるスマホ操作ができる手袋の中では、唯一ちゃんとまともにできた手袋だという感じがしますね。そういった形でですね、今日はですね、実際使ってみたシリーズですけど、使ってみるとこんな感じだったって感じです。ですので、他のですね、案件レビューのような感じの評価よりかは下がっちゃいますが、まあ、8割方いいんじゃないかなという感じですね。ただこれは私の個人的な感想の部分もあるんで、その後使ってみて、また変化が生じたり、まあ、いい方向に生じてくれるとね、
レビュー通り、皆さんのレビュー通りになると思うんですけれど、いかがかなと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございます。次の動画でお会いできることを楽しみにしております。ではまたねー。